どうしよう、最後のチャンス、専属新試練。メリアちゃん討伐。ただでさえ私がメリアちゃんに勝てる可能性は1割もあるかどうかのレベル。それに加えメリアちゃんの世界の王も火星、普通に考えたら勝率0、どれだけ石たちを使っても無理、白ちゃんにすら勝てなかった私が白ちゃんよりも強い2人に勝つなんて。他にも懸念するポイントはある。近接。私は石化や白ちゃんよりも近接が弱い。石化でもメリアちゃんに近接で完敗してた。どう戦うか、どう崩せばメリアちゃんとうまく戦えるか。石化さん、あの紫目隠しが言ってたやん。新水霊の世界に入って交渉するしかないんやないか。簡単に言わないでよ。能力の世界に入るって正直意味わからないから。能力よ。目つぶっても夢の世界にしか入ったことないわよ。それもそやな。でもうちらは月下班の世界に出入りできとるわけやし、何かしらの方法はあるんやないか。それはそだけども、そもそも私が新水霊を解放したのもここ最近なのよ。本当なら1年くらいはこの能力について研究したいくらいなのに。お願いま試してみたらいいんやないか。試さなかったわけないでしょ。私がもし能力の世界に行けるなら宿代全部ただよ。宿だって安いところでも4000円、1ヶ月切り詰めても12万。ああ、考えるだけで別格の能力なのに使い道がせこいな。月下班よっと、何か自分の世界に入る方法とか思いつかない。瞑想とか新水霊の状態で瞑想とか色々試してはみたんだけど。月下班、ズボンの隙間からパンツ見えとんで。フレスパッツ、ちょっと動いた程度で下に見せてたら地図でしょう。ちゃんと重ねてきてます。というか考えて、私だってかなり焦ってるのに。しゃあないな、なら新水霊に住んでる人に聞いてみるしかないな。旧鬼神士のメンバーに聞いてもわかるような問題じゃ。いやいや、もともといた人だよ。結構物知りでね、新水霊での生活を全面的にアシストしてくれたんだよ。いやいや、初耳なんだけど、先住者いたの？今まで感じたこともないのだけど。そりゃあそうやろ。その人落ちというか、アイレよりも弱いんで、月下班が気配で気づけるわけがないわ。そうなのね。とりあえず聞いてみる。私はお手上げだし。ほいほいさあ。そもそも、私今地球外にいるのよね。メリアちゃんの件で忘れてたけど、今私前代未聞の体験してるわよね。案外空気とかは地球と変わらないのね。材質は見た目は見慣れたものでも不思議な感触なものばかりだし、状況が状況ならもっとはしゃいで探検とかしたかったな。我慢できるかー。いや、これもしかして全部金とダイヤモンド。この材質やば、芸術センスもすごくいい。しかもこれどうやって加工したの？むちゃくちゃ硬いのに。すご、電気じゃないよこれ。物質自体が発光していて、それを下地に光の光度面積を調整することで部屋の光度を調整してるのね。間隔600ルクスくらいかしら。もともと光と熱を中心に使ってた能力者だしね。ちょーっとこだわりあるわよー。何が悩んどるや、好奇心に負けて現実逃避しとるやないか。違うのよ、地球にはない技術よ。気になるじゃない。私たちの最先端技術を大きく凌駕する技術の集大成がここにはあるのよ。気にならない方が不思議よ。別にええわ。それより新水霊の世界に入る方法が分かったから部屋に戻るで。月下班、さすが強烈、仕事がダットのごとく早いわね。バカにしとんか。それで方法は、精神だけ入る場合は呼ぶか、自分の脳に直接能力をぶつけること、肉体も全部の場合は新水霊状態で同じことをしてくれれば新水霊側から肉体ごと引っ張ってくれるらしいよ。基本的に新水霊の世界はミガドルエデンの一部だから、パトと同じやり方で問題なしだって。そっかー、ありがとねー。はぁ、緊張感ないわー。ごめんて。それじゃあとりあえず精神だけやってみるわね。うまく交渉ができたらいいのだけどね。とりあえずやるか。すぐに教えるあたり悪い子じゃなさそうだけど。うわ、この光景、まるでパトがやっていたギャルゲーのようなシチュエーション。まだ寝てる？いや、起きるわ。結果よ、大変なことになったのー。そうね、ミールとは対面したことないのだけど、力になってくれるものなのかしら。無理だね、ミールの役割は帝王様に特化してるし、月下様はせいぜい私を扱う程度じゃないかな。すごい小柄、身長130センチ台じゃないかしら。私はエステル、エデン、ミガドル、ミアエデンの最高責任者でミガドルエデンの創造主です。よろしくね、月下様。あれ、ミガドルエデンの最高責任者はミールっていう子じゃないの？ややこしい話だけど、ミガドルエデンにはもともと12人の帝王様の影響で生まれた、お神体、と呼ばれる別格の化け物がいるのね。ミガドルエデンの最高責任者に選ばれるには、ご神体の中で一番強いこと。何せご神体一人一人が他の世界の王と同等かそれ以上だからさ、12人の誰かだったら別に誰でもいいの。
それで私はミアエデンのご神体、そしてミカドルエデンの住人の母、何せミカドルエデンのご神体除く住人は全て漏れなく私が作った生命体だからね。で、別にエッチなことは何もしてないからね。創造と創生、魂生成とか、そういう分野が得意なだけで。ということは私の創生支配ってもともとはこの子から影響されたもの。それにこの子がご神体で世界の王の力を持っているなら戦えるかも。それじゃあエステル自身は強いの？強烈からは弱いって聞いてるけど。私は弱いですね。握力5だし、オーラなんて皆無だし。私はミカドルエデンでは最弱です。どんな最下級の住人よりもね。でも最強を生み出すことはできます。ヘブンズハートは私の自慢の子たちですよ。ネル、ベル、シンにはもう合ってますよね。普段は魂を自動生成して、それに自動で分配して種族を分けて自動で生み出せるように作ってるからね。完成度の良し悪しは出ちゃうものなんだけど。ネル、ベル、シン、ノラ、セラは同じ魂モデルから私のお手製で作り上げた最高傑作の子たちだからね。お気に入りだとご姉妹になったりするのですよ。帝王様風に言うと〇〇シリーズ第3弾、能力の究極系モデル、みたいな。この子、弱いって言ってるけど、やってることは本当に化け物じゃない。自ら生命を誕生させてるのよ。しかもネルとか本来なら世界を壊滅できるレベルから、最弱でも地球の隊長クラスをボンボンと。どうせ、明日のメリア戦でどうにかできそうかのう。そうよ、明日のメリア戦、相手には世界の王がいるのだけど、エステルが戦えないのなら誰か代わりに連れ出せないの。できるけどやだ。理由は二つ、一つは扱いきれないから、二つはまだ不完全だから。私の管轄であるミアエデンの住人、神族はみんな私のお手製、だから作られるのもミカドルエデン時間で一年に一人が限界、今も作ってるけどまだ完成度9割、こんな不完全な状態で渡したくない。私のお手製のクオリティは世界王クラス。ネルを見てるならわかるよね。彼女なら乗るんくらい容赦なく蹴散らすよ。彼女じゃなくても私の作ったお手製親族なら全員倒せる。そんな中不完全個体を提供するのは私のポリシーに反するよ。エステルよ、将棋を常日頃付き合っている中じゃ、どうにかならんかのう。完成している神族を連れてくるとかはどうじゃ。席、知らないわけじゃないでしょ。ここはミアエデンの分断された大地、聖地クイーンレシオン。この聖地とミカドルエデンが繋がらないと私が帝王様側にあるミカドルエデンに干渉するのは無理。逆にミカドルエデンからこっちに干渉するのも無理。不干渉の関係なんだよ、ここは。なら今作ってる子を完成させて、いつから作ってるの？もう9割ならほぼ終わってるわよね。言ったよね、月下様には扱えない。完成させていないのは月下様の聖地に置いておきたくないから、無断で扱われたら嫌だしね。決定権は月下様の方が上だし。交渉は受け付けるよ。考えがまとまったらまた私を呼んで。時間がないのはわかるけど、これも月下様のためだからさ。月下よ、エステルは悪い奴じゃないのじゃよ。旧鬼紳士の面倒を見てくれるし、すごく友好的じゃ。本当に心配して言ってるのじゃとわしは。どこ？え、何がじゃ。エステルが作ってる神族よ。エステルがダメなら直接私がその子に交渉するわ。待つのじゃ月下よ、焦るでない。エステルの機嫌を損ねさせてどうするのじゃ。もっと冷静になるのじゃ。黙ってよ。そもそもなんでエステルという存在を黙ってたの？あの子を知っていれば大会でも見えでも苦戦することはなかった。何せあの子が作る子は全部隊長クラスだもの。それらの力を扱えれば白ちゃんだってもっと楽に倒せたし、見えでも死ぬ思いしなくて済んだ。違うのじゃよ、月下。今のエステルはここでは何もできないのじゃ。燃料となる魂がないからじゃ。エステルじゃって叶うことなら従属を量産しておる。それができないのはパトボーのミカドルエデンから魂の燃料を得られておらんからなのじゃ。もちろんエステル本人も無力、じゃから期待させたくなかったのじゃ。それがエステルの望みだったのじゃ。エステルよ、将棋も弱い、囲碁も弱い、五目並べも弱い、なんかできるのじゃ。パズルゲームなら得意だよ、想像が得意だからね。優秀そうな見た目なのにのう、行月や琥珀と一曲打ってくるわい。私だって頑張ってるのに。難しいんだもん、できないんだもん、無理なものは無理なのに。わーん、私だって頑張ってるのに。ああ、また泣いておるわ、よく泣くのう、エステルは。次回も真実が明らかになるのじゃ、お楽しみなのじゃ。